ラジオネームヤンピラさん、バンドをやっているのですが、はい、ドラムがめちゃくちゃ緊張しいで、はい、ライブ本番必ずかなりテンポが上がりますが、松永さんのお話で合点がいきました、うんうん、のそのアップテンポがライブの雰囲気と相まってメンバー全員のテンションが上がっていいパフォーマンスになったりするんですよね、うん、ってことですね。確かに確かに、うん、それでねもうお客さんとかもテンション上がってるから、その曲の速さがちょうど良くなって、それで一体化してね、うん、よりいいものに仕上がるっていう可能性もありますから。そうですね、ね、アレンジでねわざとライブで速くしたいっていうね、うん、曲もバンドとかもいますからね、そうそうそう、それもいろいろ手法の一つという今ねDJ のね差別的なジェスチャーをしましたから、ね、違う本当に炎上させようかな、こうさん。